で、今日私は宇宙から来た手紙ということで、一応この手紙を持ってきたという、最初と最後に読みます、広がってゆく、1、事実、宇宙の中に知的生命体としている私たち、この宇宙の広がりの中、地球があり人類がいる。2、私たちの可能的なこと、可能なこと。3、いまだにこの宇宙に居続ける。宇宙では何が起きていても不思議だ。4、本当に人類が成し得ることは何だろうか。哲学者、ウィトゲンシュタインの論理哲学論考を読みます。例えばニュートン力学は世界技術に統一的な形式を与えている。不規則な黒い模様のある白い平面を想像してみていただきたい。そこで次のような方法を与えるのである。その平面を十分に細かい正方形の網の目で覆い、網の目ごとにそこが白いか黒いかを言う。こうすれば模様がどのようであろうとも任意の正確さでそれを記述することができる。このやり方で私はその平面の記述に統一的な形式を与えたことになるだろう。三角の網目でも六角の網目でも模様を記述することはできるから、正方形を用いたこの形式はその点では恣意的である。場合によっては三角の方がより単純な記述を与えるといったことも起こり得るだろう。すなわちより粗い三角の目の方がより細かい正方形の目よりも一層正確な記述が可能となる。かっこあるいはその逆等々。ここで異なる網の目は異なる世界記述の体系に対応している。力学とは世界記述に必要とされる真な命題のすべてを一つの計画に従って構成しようとする試みである。物理法則もまたその論理的な仕組みの全過程を経由したところではやはり世界の対象について語っている。力学による世界記述が常に完全に一般的なものであることを忘れてはならない。力学では例えば特定の質点は決して論じられず、ただ何らかの質点のみが論じられる。仮に因果法則が存在するとすれば、それは自然法則が存在するというものになるだろう。しかしもちろん人はそれを語り得ない。それは示されている。宇宙からの手紙、広がっていく。1、事実、宇宙の中に知的生命体としている私たち、この宇宙の広がりの中、地球があり人類がいる。2、私たちの可能的なこと、可能なこと。3、いまだにこの宇宙に続ける。宇宙では何が起きていても不思議だ。4、本当に人類が成し得ることは何だろうか。ありがとうございました。はい、哲学的な、ね、朗読をありがとうございました。哲学の本とかね。